兄弟、お前が組を抜けると言ったって、クゼの野郎がそれを許すとは限らない。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。わかった、乗れよ。自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるか。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。